3の概念図。中央のスイッチを介して様々なストレージが接続されるストレージエリアネットワークはハードディスクや磁気テープなどのストレージとサーバーをネットワーク化したシステムである。通信にはファイバーチャンネル、プロトコルにはスカジーが主に用いられる。ローカルエリアネットワークとは異なりストレージ専用のネットワークであり、膨大な量のデータファイルを保存、活用。 一括管理するために使用される。ストレージとサーバーをネットワークで接続する構想は、1995年頃、ファイバーチャネルの実用化に、メドが立った頃から現れ始め、呼び名が定着したのは1998年頃である。この名称は、ローカルエリアネットワークを意識して名付けられた。実用化したのは対応する製品が出始めた1999年。 以降のことである。なずは3を意識して名付けられた。だず、なず、3の比較3の主目的は、複数のストレージデバイスを一つにまとめて、サーバー間でそのリソースを共有することである。最も単純なサーバーとストレージの接続形態に、ダイレクトアタッチとストレージがあるが、これは、サーバーとストレージが1、1で接続される。ここで、サーバー数や情報量が増加した場合、 ストレージの数が増加し、管理が複雑になる。そこで専用ネットワークでストレージを一つにまとめることで、仮想的に N、1の関係を実現するのが3である。これにより未使用のストレージ容量を抑える、管理台数減、優れた拡張性、バックアップの運用最適化等のメリットが生まれる。特にバックアップでは、高価な割に未使用時間が多いテープドライブを、 利用する場合に顕著である。3. ランの違いの一例。クライアントはランを通じて、サーバーのファイルを共有する。サーバー和算を通して、HDD を共有する。サーバー和算に接続されたストレージをあたかも直接、接続されたデバイスのように扱える。ストレージデバイス側は、複数ある物理ディスクの任意のものから容量を切り分けて、サーバーに提供する。中、3は、 なぜと異なり、一般にファイルは共有しない。3のサーバー間でファイルを共有したい場合は、ファイルサーバーを通して、乱上でやり取りを行うか、3ファイルシステムを導入し、共有を行うサーバー間で、配達制御を行う必要がある。詳細は、ハードディスク及び、磁気テープを参照ハードディスクと、磁気テープが主なストレージである。ハードディスクは通常 RAID で使用する。 一般にファイバーチャネル HDD は高価なため SAS や SATA などの安価な HDD を使用してサーバーを構成し、これら間を FC で接続することでコストダウンを図った機器もある。磁気テープは DDS、ル u と IBM 3592等の規格が用いられる。磁気テープ、テープドライブ及びテープライブラリーが 主なハードウェアであり、バックアップやアーカイブに用いられる。3のディスクスペースの切り出しは、物理ディスクもしくは RAID 単位に限らず、論理的な単位で行われる。RAID や物理ディスクを論理的に分割し、それぞれに論理ユニット番号を割り当てる。サーバー側はこれを必要に応じて一つもしくは複数にパーティショニングした上で、ファイルシステムを構築する。 アイスキシーも参照さんはファイバーチャンネルを用いることが多いがアイスキシーを用いることもできる。アイスキシーは IP ネットワーク上に乗るためアイスキシーを用いたサンは i p ンと呼ばれることもある。また IP ベースでサンを結ぶ新しいプロトコルとしてファイバチャンネルありがとうございます。